お母さん。お母さん。これ自分の。糸でやるっていうのは昔に戻るやつです。ありますね。ありますね。そうそう。わかります皆さん、このさ。このリリーさんもお分かりです。なかったし、マジで毎日鏡見るのがほんまに嫌すぎて、わかりました。じゃあそれでさせてもらいます。はい、お願いします。お願いします。うわすごい、来た、うん、来た、ベロベロ今テキーラ3倍。あ、すごい、めっちゃ弱いっすやん。酒よかった、しっかり寝るんかい。今日はすごい悩みが、ね、なさそうに見えるんですが、あるということで、はい、お願いします。何が、年々ちょっと顔のたるみがひどくなってきたなと思って、もともとほうれい線はすごいコンプレックスではあったんですけど、どんどんそれが深くなってきたのと、まあ、産後太りからもう取れない二重顎だったり、はい、あとこの口の下にこう、あ、これね、線が出てきて、マリオネットラインですね。あのもう毎回インスタとか写真上げるたびに加工アプリでこう全部消してアップするのがすごい切なくなってきて、もうちょっと自信持って生活したいなと思って、ちょっとその改善をお願いしたいなと思って。これはね、あのどんな美人な方でもある悩みで、まあ、よくある悩みなんですよ、はい、だからみんなが悩んでることなんですよ。年がいくとやっぱりここにマリオネットラインもしやん出てくるし、はい、こうしたところにやっぱり皮のたるみプラス、まあ、ちょっと脂肪がついたりとか出てくるんですよ、はい、だからこれの治療の仕方っていうのもある程度決まってて、はい、顔のリフトアップっていうのは手術でするのか、まあ、レーザーでするのか、うん、で手術っていうのも、まあ、切って本格的に上げるのか、その場合は、はい、ここ切るっていうので傷がどうしてもできちゃいます、はい、ただ効果は結構ありますって。あと糸ですね、はい、糸でやったらお手軽にキュッと上がりますけども、切ってやるよりも効果がちょっと薄かったりとかするのが問題です。そういうのが怖いっていう人はもうレーザーやればいいんですけど、レーザー定期的にせなあかんっていうのがまあありますけど、その分もお手軽なんで、レーザーレーザーで僕はすごいおすすめです。で、ここですね、ここはもうめちゃめちゃ難しくて、手術って言ってもやっぱり傷が目立つので、僕はあんまりネックリフト自体はおすすめしなくて、レーザーか、まあ脂肪吸引してキュッてこう、引き締めるかどれかですね。だから顔のこっちと、まあ、首とそのいずれかの組み合わせですね。けど、まあ、お金であったりとか、うん、ダウンタイムであったりとか、まあ、怖いとかであるっていうので、はい、でまあ、その人のまあ輪郭とかするのが、まあ、あるんで、はい、もう輪郭もなんか親を見てると年々似てきてるなっていうのがあってちょっとみんな言いますね、似てます。お母さんの写真とかちょっと見せてもらったらできます。はい、みんなお母さんに見るんで。あ、そうなんですね。はい、これです。これ そっくりじゃないですか。顔の形が本当に一緒ですよね。そうです、下膨れというか、はい、ここに肉が下がってきてる感じが。だからそれをですね、はい、見てください。はい、これお母さん。お母さん、これ自分の。おお、切ってやるっていうのはやっぱり自分のプロみたいな感じなんですよ、はい、いきなりやる人ってあんまりいなくて、やっぱり糸とかレーザーでやっていけばいいと思うんですけど、僕はもうこんな糸やって一発で上がるし、はい、まあ、ダウンタイムもほぼない感じなんで、はい、糸をお勧めします。糸もめちゃめちゃ気になってる、みんな気になってる人多いと思うんですけど、種類がありすぎて、で消える糸やったり消えへん糸やったり、はい、効果が短い間の老化を止める作用があるからとか、美肌になるからとか、いろいろあるじゃないですか。ここのマイブレーサーのストレートリフトは何がメリットなんですか。全部メリットなんですよ。糸って、まあ、溶ける糸が主流なんですね、はい、溶けるってことは溶けるときにコラーゲンが過剰に出るんで化石みたいになってるんですよ、はい、テープのりと思ってもらったらピタッと止まってるんですよ、はいはい、ただどうしても弱くなる、溶けていくから、まあ、やってないよりかはピタッとしてるんです、粘着が。あ、そうです。何もしてなかったら下がり続けるけど、テープでこう止めてる感じ で僕が嫌なのはこれね、ほんまにいろんな美容外科で、はい、安い糸と高い糸とかあるんですけど、ああいうのって原価の差なんですよ、うん、で安い糸は良くないので、やっぱり本数が多かったりとか、はいはい、持ちが悪かったりとかするんで、結構評判で糸のスレッドはあんまりやらん方がいいとか、やっても意味ないとかあるけど、はい、僕は意味はあると思うんですよ。言うたらみんな僕のとこ来てください。はい、ほんまにいいもんやから、いいもんっていうのを見せたいです。逆に他で糸のスレッド満足いかなかった人に来てもらって、はい、全然違うやろどうだっていうのをマイプレッシャーっていうのを見せたいですね、はい。糸って言ったら
整形というよりかアンチエイジングと思ってほしいんですよ、はいはい、例えば切ってやるってなったら元のこの皮膚がなくなったりとかするから、うん、元の輪郭じゃないんです。ただ糸でやるっていうのは皮膚を切るわけでもないし、うん、上げるってイメージやから、はい、昔に戻るだけです。だって食べてんのを戻すだけです、はいはい、上がったっていうかあれ、うん、ゆりちゃん痩せたって、はいはいはい、こんな感じに言われると思う、はい、あ、それ嬉しいですね。綺麗な女優さんって体がちょっとぽっちゃりしても顔が小顔やから細く見えたりです。あれやってます。あ、やってる。あれなんか本格的なやつやってます。これ言ったら怒られる。でも女の人もわかるでしょ。だって昔と顔変わってる女優さんって言ったり、でも昔より美人になってる人いますたくさんいるし、でも上手いこと変わりすぎて大幅な変化じゃないのに徐々に綺麗になっていくから、え、どこでやってんのマジっていつも思うんですよ。あれは結構やって、まあ、これ言えないですね、なんという人もいると思うんです。あとちょっと気になったんですけど、はい、糸って10本入れるのと例えば3本だけ入れるのって餅はやっぱり10本の方がいいとかあるんですか？餅はあんまり関係ないですが、相対的に入れるのは本数を増やすとゴワゴワしたり突っ張り感がある。だから本数が少なかったらまあ効果は薄い。で僕の場合は見ていただいて、例えば1本の糸で上げるとだこうなりますよね、はいはい、日本で上げると間がこんな感じで、はいはいはい、カーテンみたいにもこってこうなりますね、はいはい、じゃあ3本やったらちょうどここら辺やったらいい感じです。だからこれをこの面積を5本でやると思う、きつなんですよ、ね、じゃあ分厚いたりとか糸がボコボコしたりとかするので、はい、僕はここのマリアンネットラインだけを消すのだったらここから 1,2,3 3本で引き上げる。でここだけまあ追加でここちょっと気になる人はここから1本2本、はい、女の人で5本ぐらいがベストだと思う。なんか多ければいいってもんじゃなくちゃんとバランスを見てってことですね。なんかでもこれはカウンセリング行かないとみんな分かんないですよね。これだってサイズだけ見とっても何本って、はい、じゃあお金持ちの人はいっぱい入れるのかなとか、基本は3ぐらいがいいと思う。あ、そうなんですね。3で繰り返そうが一気にそんな入れたって、はいはい、あんまりねコスパも悪いし、あと言ったら首ですね。首あります？ありますか？グッてこうして、ありますね、ありますね。これです。ここがピタッてしたら、はい、男の人って皮下脂肪少ないじゃないですか。はい、こうしてみたらピッてなって。綺麗ですもん。こんな感じにピタッてするイメージですね、脂肪吸引。ちょっとでも丸顔になりますね。なるほど、これを取ればそれでクリアっていうわけではなく、うん、見てください、ね。私顎が短いから余計に。そうですね、ヒヨネットラインを消す人の場合気をつけていただきたいのが、見てください、ピーンってこうなります。ただこれが両方いきます、はい、ピーン、なんか丸くない、はい、ここを顎を前に出して見てください。こうなったらほら丸さ感じに全然違うんですよ。めっちゃ不思議。目の錯覚ですか？これ目の錯覚です。すごっ。人間ってねこう凹凸ある方がいいんですよ。だからおでこが出てる、はい、鼻が高い、顎が出てる方、うん、とか頬が高い方が顔小さく見えるんです。見てください。これ横向けます。はい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 。わかります？皆さんこのさ、ちなみにダウンタイムって喋れるんですか？喋れます。糸は喋れる。ここの脂肪検した場合もう喋れる。あ、喋れるんですね。ご飯とか。喋られへんかったし。いやどうなるんだろう。無理じゃない。だからすごいドキドキしながら。大丈夫。アルテミスリフトって言ってこれめちゃめちゃいいリフトなんです、はい、糸でこれね僕自分で言うのも恥ずかしいんですけど、今までその前の大手美容外科で糸のそのスレッドリフトの症例数が、はい、まあ、西日本で年間ナンバーワンやったんですよ、はい、数がすごい。でそこでいろんな糸使ってたど、はい、り着いた糸が今これなんですよ、はい、アルテミスリフト。有名なんですね。じゃあその界隈では有名です。これはほんま最新。何が最新かっていうとちょっとお見せしますね。はい、めっちゃ貴重だって。これが肌の中に入るわけですもんね。そうです。いろんなタイプ硬さがあって、はい、それはたるみ具合によって変えるんですか？たるみ具合と位置と材質と短いやつとギザギザついてるんです。ついてますね。でギザギザだけっていうのは今まであったんですけど、はい、3D メッシュって言って
メッシュ状になりつつギザギザなんですよ。めっちゃ絡むってことですか、じゃあこの引き上げの。めっちゃ絡むです。抜けないんですよ、引っかかって。はいはいはい。だからこう入れる、こっちにこう引っかかって入れると、はい、もうグッてしたら上がるんです。これでちょっとめちゃめちゃ上がるんです。はい、アルテミスです。アルテミスになります。私の中にアルテミスが入る、はい、アルテミスっていうのはメガネっていうんです。あー、メガネになりたい。いきます。じゃあすぐにやらせてもらいます、はい、お願いします。お願いします。本当に変わるんで顔覚えておいてくださいよ。もう今日でこのリリーさんはもうお別れです。はい、明日からタルミのリリーとはお別れ。お別れです。お願いします。緊張する。ちょっと待って、暴れへんようになんか、いや、しわしのあるやつ。でも綺麗になるためには痛みなくして、得るものなし、頑張ろう。いやでも、これ見て勇気もらえる人めっちゃいると思います。でもなんかガチガチさ、整形とかさ、うん、めっちゃ美容にストイックな人めっちゃおるけど、はい、このなんていうリアルな微妙な悩み、私から来るやつやわ。こんなたるみなかったし、マジで毎日鏡見るのがほんまに嫌すぎて、うん、やむわっていうぐらい。だ今回は、うん、お着替えても、あ、大丈夫ですか、はい、失礼します。お願いします。お願いします。気になるところですよね。ここがこう上がればいいかな、はい、ここはそこね。でこんな感じだね。はい。でここの下が、はい、分かりました。じゃあそれでさせてもらいます。はい。お願いします。お願いします。はいよ。頑張って。綺麗になりたい気持ちの方が上やから。綺麗やもんね。よし、行きましょう。ありがとうございます。お願いします。綺麗になるから、この下からのアングルも逆にいい方やから。そうですよ。うわ、なんか喉がなんかふんってなってきる。早っ。え、すごいすごい。来た。ふん、来た。ベロベロ。今テキーラ3倍。あ、すごい。めっちゃ弱いっすやん、酒。あ、寝ちゃった。しっかり寝るんかい。知らん間に起きてきた。バカ小顔。すごいよ。嬉しい。神。大丈夫ですよ。めっちゃ緊張して、今日朝4時に目覚めて、多分あんま寝てないから麻酔すぐ効きますよね。いい感じです。寝てる間にも終わるんで、うん、もう1時間ぐらいですもんね。あのみばりちゃんに緊張するわと思ったら名言送ってきてくれてんの。そう、痛みなくして得るものなしって言ってました。めっちゃ説得力あるよ。で、ほんまにみばりちゃんとかあのみーちゃんとかめっちゃ仲いい子らがここ通ってるから、ここにしようと、マイプレイスにしようってガチで思ったもんね。ほんまに相談したもんな。いや、なんか、うん、ほんまにいろんなクリニックありすぎて、そうめっちゃ迷うと思うんですけど、うん、結局マイプレイス。結局はマイプレイス、うんうんうん、はい、お願いしますよ。ほんまに変わると思います。はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。